んにちは、串本大島カサドリ研究所海進でございます。今回はですね、2021年12月27日の朝刊でございますけど、この日はですね、もう冬型で北風がめちゃくちゃ強かったですけどね、寒ブリとマダイ狙いで1000回40メートルの河川へ行ってきましたです。まあ、水温が下がってきて、まあ、青物も大型してきましたですからね、こうブリ狙いを早朝にやって、で、日が上がったらですね、こうマダイの様子を伺おうかなと思って、まあ、沖合でいろいろやってましたですけどね。まあ、ブリはですね、こう思い通りに釣れましたですけど、マダイ狙いはもう皆目でございましたです。まあ、アジもいなくなりましたですしね、こうちょっとどうしたもんかという感じで、まあ、ございましたですけどね。まあ、潮はよく動くし、まあ、色もそんなに悪くないと思うんですけど、まあ、どういうわけかですね、こう真面目の青物以外は活性が低かったです。まあ、水温が安定してない感じでございますかね。まあ、なんかのタイミングでドカンと食い出すような感じはしますけどね、なんて言いますかね、こう年末年始はこう北風も冷たいのがパターンですしね、こういう真面目の一時だけみたいな釣りになることが、まあ、多いですからね、今回もご多分に漏れずでございますね。真っ暗の時間帯にですね、こう2回ほど当たりましたですけど、夜釣りとかにですね、こう慣れている方だったら、まあ、ほとんど問題なくやれると思うんですけどね、慣れておられない方だったら、まあ、ちょっと大変かもしれないですね。まあ、僕はですね、こんな感じでヘッドライトだけでやってますけど、ランタンをですね、こう足元に置かれるとかなり動きやすくなると思います。まあ、真っ暗な時間帯はですね、まあ、小1時間ぐらいありますしね、暗いとこう思うように動けないですからね、まあ、できれば用意されるのがいいかなというふうに思います。まあ、ちなみにですね、海面を照らすと魚が散るとか言ってこう嫌がる人もいるかもですけどね、光って、海面でですね、こう屈折して海中に入るはずでございますしね、このポイントはですね、水深は約40メートルで、まあ、今回でも当たってきた棚はですね、30メートル前後でございますから、まあ、どうですかね、まあ、ヘッドライトの光は届かないとも思いますしね、あまり神経質になることはないかなというふうにも思うんですけどね、まあ、それよりもですね、明るい方が安全ですし、こうやりやすいですからね、まあ、海をバンバン照らしてもいいとは言わないですけどね、安全第一でやるようにしてくださいね。
この尺はですね、挿絵の投入から当たって取り込むまでほとんど編集なしでご覧いただきます。まあ、あの岩師絵さんの青物についてですね、いろいろなコツとか、まあ、テクニックがあるわけですけど、挿絵を動かすというところが結構肝だったりします。まあね、ジギングなんかでもこうホールで食ってきたなんて表現よくすると思いますけど、まあ、そのホールでございますね。このアクションがですね、こう最もバイトを誘発しやすいと見てますけど、まあ、どうですかね。まあルアー系の用語は普段使わないので舌を噛みそうになりますけどね。要は挿絵をですね、こう目的の棚まで落とし込むということでございますね。まあ、完全深瀬の仕掛けでございますからね、挿絵が落ち着けばラインはピーンと張りますけど、まあ、その状態でこう1分から2分程度待って、まあ、当たりが来ないならですね、こう一度竿先を上げてですね、挿絵を持ち上げて、まあ、それから5メートル程度ラインを出して、まあ7、7、8メートルから10メートル程度ですかね、挿絵を落とし込んでやるようにします。まあ、これが誘いになってですね、この誘いの直後に、まあ、当たりが出やすいですからね、ぜひやってみてくださいね。それとですね、挿絵の付け方ですけど、画面奥の磯竿の方は、このタイミングはですね、こう1匹付けだったですね。で、手前の船竿の方は切り身で付けてます。で、磯竿の方がですね、棚が30メートル、手前の船竿の方は40メートルまで、落とし込んだタイミングでございましたです。まあね、両方ともこう一辺に当たってくるわけなんですけどね、群れが通って、まあ、食ってくるタイミングはですね、まあ、少々棚が違ってても、まあ、ドカンとくるわけなんですね。まあ、なんて言いますかね、当たるときはこんなもんだし、こう棚とか仕掛けにですね、こうあまり神経質にならずに、まあ、とにかくですね、こまめな巻き絵とこまめな誘いでございますね。まあ、それに最も注力されるようにされるといいと思います。まあそうですね、渋けりゃ、まあ、巻き絵を刻むのと、挿絵を切り身にするくらいですかね。ちなみにですね、この時、ラインは両方とも12号だったです。まあね、ラインの太い細いもあまり関係ないんじゃないかというふうに思いますけど、まあ、どうですかね。Thank you.
迫力のダブルヒットでございましたですけどね、まあ、運よく絡みもせずに両方とも取れましたですね。で、これね、僕がやってることなんですけど、かかりの良いものはですね、こうスカリで買うようにして、かかりの悪いものはですね、クーラーで、閉めてクーラーに入れるようにしてます。まあ、寒の時期はですね、こうブリも、まあ、大型が当たってくることがありますしね、60リッターのクーラー一つではですね、まあ、大きな4、5匹しか入らないんですね。で、スカリはですね、こう定型が、まあ、80センチの、まあ、大型サイズでございますから、まあ、ね、青物でもこう釣りの終了ぐらいまでなら生かしておけるんですね。だから、かかりのいいものは、まあ、スカリへ放り込むという感じでございますね。で、針を飲んだ個体はですね、こう出血してますから、もうスカリ入れても持たないので、まあ、さっさと締めるようにしてます。で、締め方なんですけどね、ブリは、脳締めの後、エラを1枚切って、まあ、放血してですね、その後、神経締めなんですけど、まあ、尻尾側から神経抜きやると簡単でございますね。まあ、神経締めについてはですね、こうやってるところを見せてほしいなんていうね、コメントをもらってるんですけど、まあ、最近ね、ブームでございますからね、上手な人の神経締め動画って、まあ、たくさんありますしね、僕もですね、そういうのを参考にしてやってますからね。まあ、魚の処理は慣れでございますから、まあ、とにかく数をこなして慣れてしまうことが重要というふうに思います。やったことない人はですね、ぜひチャレンジしてみてくださいね。締め終わったらこんな感じで状態よく保存するようにしてます。で、映像はですね、この日隣の河川にいた奈良県の西村さんでございますね、飲ませずに食ってきたブリと記念撮影でございますけど、早朝の時合いにですね、食わしきれてなかっただけにですね、これね、もうど根性の一発でございましたですね。飲ませずにも激アツでございます。これからは缶のヒラメなども釣れますから狙ってみてくださいね。こんな感じでこれからも串本の河川釣りのいろいろな情報をどんどん展開していきます。ぜひともチャンネル登録をしていただいて一緒にご研究いただければなというふうに思います。ではでは、次の動画でまたお会いしましょう。